た何やってんの、お時間ですかって、まだ早いよ。なんかくれって言ってたよ。なんかくれ。ああ、そうちゃんの一個あるな。あ、カルパス下にもあるじゃん、母ちゃん。あるよ。ねえ。そうちゃんのカルパス一個あげようか。ちょっと待ってて。カルパス持ってくる。よくたね。何やってんの、お前。何座っちゃってんの、ここに。夜中に何やってんの、マークか。ん、夜中に何やってんの、マック。なっちゃうでしょ。食べちゃうの、あらら。こら。こら。少なくなっちゃったでしょ。だいぶちったでしょ、さっきも。あれこれ。座ってんの、これ。何食べてんの、マック。お母さんが食べるのもないでしょ。これ。ダメだって。違うよ、お母さんの口に入れるの。お前の口ばっかり入れちゃうのか、あれ。ああ。ね、何ヨーグルトそれ。杏仁豆腐。杏仁豆腐か。ちょっとそして杏仁豆腐だ。もうないよ。もうないよ。それか、杏仁豆腐か。あーもうやだ。ずるいんだもん。とろける杏仁豆腐。気持ちよさそうな顔して食べちゃうの、これ。どれ？目つぶってんだよ。お前なーって。もうやめろよ。目めつぶったっての？あ、もうないじゃん、あんまり。あー。あー、落ちて、落ちて。違うよ。お尻が落っこっちゃいますよ、マック。マック、お尻落っこっちゃいます。頑張ってね、縮こまって。縮こまって。小さく、小さく座って、頑張って座って。ああ、全部食べちゃった。ああ、お父さん、また買ってきてやれ、お母さんに言って。俺買ってきたんだっけ、それ。そうよ、お父さんの頼む。どこで？バリュー。あはは、バリューか。俺また買ってきやんなって、俺も食べるからって。お前が来るのに買ってきてもしょうがないじゃねえかよ。うん？ゆっくり食べようと思って、これ一番美味しいんだよ。これ美味しいよね。うん、姉ちゃんもこれ大好物。姉ちゃんの食べちゃったの？姉ちゃんに見せると食べくれねえんだ。姉ちゃんに怒られると？怒っちゃう。姉ちゃんにしたんだ。ギャブ。ギブ。姉ちゃんに美味しいでしょ。食べた、小さい。滑り出る。ひどい。じいさんは線バチンで切っていくし。ああ、そっちにちゃんと戻してちょうだい。こう？うん、そこに、うん。ツルツルツルっと怒っちゃった。いや、ちょっと。ちょっと。ツルツルツルっと。あと落ちるんだよ、マックは。怒っちゃうんですよ、そんだけ出てるから。それじゃあね、マックおやすみね。はい、じゃあね。え、まだあって早いよ。帰ってねーよって。でも食べたの？そうだよ。なんかお腹空いてんだか。バリ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 食べてたよ、ケンジパイも。怒られちゃうぞ、正直に。今だとね、いろいろこうやってね、開けた時ね、すぐ出てこないような練習してるんですよ。練習は大事ですね。なマックな。そうそう、練習大事って。暇な時開けて閉めて開けて閉めての練習は普通の遊びの中でね結構やるんですよ。私もピョンと飛び出さないけどね、気配とかあるとやっぱり行くよ。うん、全部ね100回やって100回ってわけいかない、さすがのマックもね。結構失敗しますよ。そわそわしてる時もあるし、まあでもね、車がいたりするとやばいからね、そういう時はほとんど行かないけど、何もいないなと分かったり、自分の場所だと分かるとね、結構先に行っちゃったりしますよ。
れは降りてこないよ。えらいなマックな。降りてこない。入ってるのに。待ってたよって。利口だねお前ね。ここがマックだからね。利口だから降りてこないからね。車開けてもね。これがすごいとこ。何買ってきた姉ちゃんって。アイスかけた。よかったねマックね。食べる。食べるって。うん。ね、向かってくるからね。いつもね、ビン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 離れてるってわけでもないんです。なマックな。うん。今もね、いっぱい子供が遊んで、子供といるから、これしますでしょ。いっぱい離れてるんです。マーク大きいからね、気がつくとピューってね、向こう来るんですよね。ちょっと帰れって言うとね、マークもね、帰れっていう声が大きいから、やらいことになっちゃう。今日は何？くじ引き？くじ引きじゃなくて、奥銀座のくじ引き？そう、取りました。そう、すっごい当たりました。何当たりましたか？一等の方で。一等の方？すげえ、千円。当たりました。これ買い物できるんですよ。うん、11月19日まで早く買わなきゃダメだ。うん、じゃあ次当たった人もう一人、もう一人行きましょう。いや、もう一人当たった人、もう一人当たった人。あ、どうしました？こちら何等ですか？何等ですか？え？外れちゃったの響き。響き外れちゃっただって。ねえねえ響き、500円分けてあげる。何？1000円だから。分けてくれる？500分けてあげる。半分に切っちゃう？うん、で3分の1に切ってさ、あれ。これ切れないよ。だけどその代わり、あの物買うときに500円ずつ買う。しくしく。また泣いてどっかちょっと。500円までで買う。よかったね。それで合計1000円になるもん。おめでとうございます、ティーちゃん。りーちゃんがまた当たりました。500円くれる。おめでとう。だって1000円だから500円足りない。何が足りないの。ひびき泣いてます。ちょっと一つ、ひびき君一言どうぞ。次頑張ってくださいね。来年もういらない。来年頑張って。もう何も言わない。来年もね。あ、そう、ちっと成功しない。あ、そっか。はいよ。楽しんでないでしょ。貸しもしないのかね。あ、でも最近人いるよ。いや、あの、そこら？ほら。どっから入るかもかね。すごく立てづらい、そうちゃん。うん。もちろん若い子住んでるね。手前がね。なんかペコペコでなんて食べたでしょ、ね、え、いただきます。クレーム食べたでしょ。食べたでしょ。このソウちゃんもレポーターになれたよ。なんかやらされちゃうよ、ソウちゃん。アメちゃんも終わり。だから片付けたでしょ。